さあ始まりましたカズさんチャンネルです。今日もダックスやっていきましょう。ちょっと黒にね塗るやつ全部終わったんですけど、今度はシルバーですね。シルバー系、こういうちょっとシルバー系をですね、こういうところまた下地作ってですね塗っていこうかなと。この下地ができたハブ関係もあそこに釣ってるんで、この仲間で一緒にサクッと塗ってですね、ウレタン行く時には全員仲間でひとまとめでウレタン拭こうかなと。一応これねブラスト当てたんですよ。だから結構こんだけ綺麗になってるんですけど、最終的にはもうちょっとねあまりにも下地が傷みすぎてるんで、ワイヤーブラシ&手でですねシコシコ平面を出してですね、ちょっともう塗装したいと思ってます。こういうのとかね、ブラスト一応ね、あこれもしたかな、ブラストしたけども無理なんですよね、塗装しちゃいます。はい、まあ、このライトの側とこれを切り離したんですけど、こういうのが入ってますね。こうですね、広がってる方に対してこうです。覚えておきましょう。こんなに劣化してます。最終的にはやっぱ手でね感覚をこうつかめながら水平を出すっていう大事なことですね。ハンドルのやっぱ劣化がひどいですね。すごい劣化します。これブラストしたんです。ブラストしてこれですからね。ワイヤーブラシとねペーパーで綺麗にしましょう。ワイヤーブラシと手磨きでこんなに綺麗になりました。さあ釣りました。これ一回ね捨て塗料で塗ってからちゃんとやっていくっていうね。はい、プライマリー感覚でですね捨て塗料で塗りました。もう表面とかね垂れてるとかあんま関係なくグワーって塗ってですね、後で手でしっかりと研ぎたいと思います。はい、これはあくまで捨てです。気にしないでください。はい、シャリーなんですけど、鍵作ってもらったんで今から初箱チェックしたいと。これさ止まるやからこのこれ回すんでしょ、こうでしょうかね、出る、はい、ポン。最近まで乗ってたんちゃうかっていう。これキック降りるよ。いきますよ。超。あかんね。お。よかった。かかりました。シャリーかかりました。すげえ。さすがホンダ。お、すごい。かかりましたね。でも吹けないですよ。まあゴミ吸ってる可能性もありますもんね。おおすごい。あ、でも電気系統一切ついてないのはこれライト。ライトのオンオフこれあるんですかね。これ12ボルトっすよね多分。これかな、これこっちにしたら、なんていい子なの、ライトついてない、ついてない、これっぽいですよね。これあ、これかな、これか、いやこれ多分配慮、配慮本当電気ゲートが浮かれてますね。接触は全然 OK。はい、捨て塗料が乾いてきましたんで、こっからですねこのシルバー塗りたいと思います。カメラを近くにするとカメラに塗料がつくので離れて、うん、塗料の乗りがいい。はい、シルバーにね塗ることができました。ただですね、早急にやってるんでこれ第1段階でこう垂れてるとこね、これ垂れてるところもう一回ペーパーかけて再度硬化させてから塗り直します。再度やっぱフレームで気に入らへんところは
何回もやります。段差が気になるところですね。ちょっとこうぼかし塗装っぽく、全然綺麗になった。うん、妥協せずにやるのが大事ですね。うん、よかった、やり直して。段差がなくなりましたよ。綺麗になりました。まあ、プライマリーを省いてる分ね、ちょっと手間かかるんですけど、まあ、プライマリーがいい防錆になってる部分はあるんでね、本当はプライマリーやった方がいいんですけど、結構いけると思います。これ昨今はですね、海外からパーツがね、簡単に手に入るようになりまして、海外製のねちょっとパーツをちょっと検証してみたいなと思いまして、めちゃんこ安いんですよね。で、海外から仕入れたダックスのシートっていう、これです。じゃん、そう、ちゃんとしてますよこれ。あ、しかもこのパカパカもついてますね。そうそうそう、あ、なかなかのクオリティじゃないですか。値段を出せばいろんなやつあったんですよ。スタンダードのこれ、まあまあいいと思いません？まあまあ。そう、この青でいこうと思って、黒青でいこうと思ってるんで、デカールも黒青でいこうと思ってるんですよね。これ発注しました。これをフレームに貼ってウレタン塗装といくと、黒青というねこのコンセプトでいきたいと思ってます。はい。とりあえず塗装が終わらないとね、組み立てもいかないし、なんかこう進んでる感じしないんですけど、ここはですね、はい、確実に前に進めていきますんで、引き続きチャンネル登録してお願いします。母さんチャンネル、ダックスで伝説いきますからね。塗装待ちで、準備してたんですけど、時間があったんで、この4速セル付き株ですね。キックも降りなかったんですけどね、オイルを入れてクランキング回したらキック降りるようになって、キャブ、完全にオーバーホールしました。これでエンジンかかると思います。よし、行こう。こういうの久しぶりですよね。エンジンかかるかからないは、これはね、ドキドキするんですよね。行きますよ。多分ね、すぐかかると自信あるの。行きますよ。ほら、モーションが来てる。チョーク引く手動で。そうか、まだつけてないね。ちょっとチョーク引きますわ。このですね、4速セル付き株ですけど、やりました。めちゃくちゃキャブ汚れてたし、すごい傷んでたんですけど、なんとか行きました。で、マフラーにちょっと穴が開いてて音大きいんで、マフラーも交換したいなとか、あとここのパーツがないのでね、今日鍵作ったんでできたんですけど、はい、またここのパーツ作って合体して綺麗にして走れるようにっていう感じですかね。ゴミで捨てられるようなやつもですね、まあ、ここからシート張り替えしたりとかいろいろしてね、とりあえず走れるように、やっぱ4速セル付きなんでね、捨てるわけにはいかないということで頑張りました。本当は家庭もね見せたかったんですけども、ダックスに集中して、もうダックスのエンジンもやらなあかんということで、引き続きご期待ください。ガスさんチャンネル。